おはようございます。チラチラです。新型コロナ感染状況も感染拡大が続いていますが、その一方で日本でもワクチン接種の話が議論されている状況です。ワクチン接種先進国であるイスラエルではもうすでに2回目の接種を終え、12万8600人のうち2回目の接種から1週間以上経った後、検査で陽性と判定された人は20人にとどまっており、陽性率は 0.01% 前後というデータを公開しています。まあこのデータを見る限り、このワクチンの有効性については明らかではありますが、これだけでは何とも言えない側面も当然あります。そもそもこの新型コロナのワクチンは世界中が開発競争しており、様々なワクチンが実際にはあります。日本でも今後ワクチン接種が進められますが、どこの会社のどのワクチンを接種したいという選択肢は当然国民にはないので、実際はこの陽性率が低いとされているこのワクチンが打てるかどうかは今のところわからない状況でもあります。もちろん接種しないという選択肢も残されていますが、皆様は一体どうされることでしょうか。さて本日は解体屋シリーズ第7弾です。前回の解体シリーズ第6弾ではクレのシリコンスプレーの有効性を紹介してきましたが、その動画から約2週間ほど経過している状況です。その間に寒波が来たこともあって、なかなか撮影スケジュールが合わなく今日に至っている状況です。で、現在シリコンベタ付け2週間後の発生状況を見ている状況です。こんな感じですね。前回の動画ではクレのシリコンスプレーは頑固汚れの除去に使えることを紹介してきましたが、今日も引き続きクレのシリコンスプレーネタを行っていきます。前回撮影時に左右ともにシリコンベタ付けを行いましたが、シリコンベタ付けしたまま約2週間放置していましたので、一体どうなっているのか私自身も興味があるところです。ですので現在観察中ですね。この2週間の間に結構雨も多かった状況ですので、どんな感じになっているのか本当に楽しみです。一応こんな感じですね。2週間完全に放置していましたので、ある程度雨に打たれていますので、そのせいでシリコンも当然ある程度は流れていますが、完全には流れていない状況ですね。本来愛車なら2週間もの間シリコンベタ付けで放置することはできませんが、ボンネットのみの状況ですとそれが可能になってきますので、ボンネットのみだからこそできることもあるんだなと気づきましたね。で、とりあえず現状確認できましたので、今日は何をしていくのかと言いますと、 KF96 シリコンとクレのシリコンスプレーの関係性について考察を行い、両者は親戚みたいなものってことを紹介していこうかなと思っています。あと別件でスマホのマクロレンズなるものを購入してみましたので、今回はこのマクロレンズを使い塗装面の状況も詳しく観察していこうかなと思っていますので、本日もよろしくお願いいたします。先ほど KF96 シリコンとクレのシリコンスプレーが親戚みたいなものと表現した理由には、全く同じものではないっていうことですので、そのあたりも紹介していこうかなと考えています。で、今日実際に行っていく作業は、ボンネット右をクレのシリコンスプレーだけでシリコン被膜を形成できてシリコンを育てることができるのかに挑戦していって、マスキング左は今まで通り KF96 シリコン洗車を継続していく予定となっています。で、シリコンベタ付け2週間となっていますが、早速水洗車を行っていきます。使っているものはミスト散水とショップタオルのみですね。まあいつものごとくちゃちゃっと水洗車を行っていくだけですね。マスキング左はここまででシリコンベタ付けを5回にわたり行ってきていますので、週1シリコン洗車3ヶ月でいうところの約1ヶ月半経過した状態であると考えてもらったら良いのではないかなと思っていますので、マスキング左は今日で6回目のシリコン洗車となります。こちらのマスキング左側は5回にわたりシリコンベタ付けを行い、シリコンを育ててきている状況ですので、結構シリコンが育ってきている状況ですね。ここまでの解体屋シリーズを見ていただきますと、シリコンは育てるものということがよく分かってきますので、一度チェックしてみてください。もともとこのボンネットは解体屋から来たままの状態からシリコンのみでここまで行ってきましたが、シリーズ第1回目の時は全くツヤ感がなく曇った感じのツヤ感でしたが、シリコンベタ付け5回目でここまで輝く状態になってきました。
今日お届けしている解体屋シリーズは第1弾から見ていただきますと、このボンネットの経過状況がよくわかりますので、興味のある方は一度再生リストからチェックしてみてください。で、現在シリコンベタ付けから水洗車を行っている状況ではありますが、ある程度撥水状況がたまたま撥水となってきますと、黒のボンネットでもシリコンのムラが一切発生せず、ちゃちゃっと水洗車ができてくる状況になってきます。ちゃちゃっと水洗車の様子をノーカット映像でお届けしているところではありますが、ムラなく水洗車ができてくるようになりますと、シリコン安定に近づいてきている状況と言えます。こんな感じですね。全くムラがない状況です。で、引き続きマスキング右の方に移っていきます。こちらも先ほどと全く行っていることは一緒で、ショップタオルとミストのみで行っています。今現在シリコン洗車に挑戦中の方はこの状況になることが第一関門でもありますので、まずはこの状況を目指してください。まあ、この映像やここまでの解体屋シリーズを見ていただきますとわかりますが、この解体屋シリーズでは一切マイクロファイバーなどは使用していませんし、マイクロファイバーなど一切必要ないということがわかるかなと思いますね。シリコン洗車の場合、マイクロファイバーの使用は洗車傷の要因ともなってきますので、マイクロファイバーの使用は私はお勧めしていません。車の置かれている環境や汚れ状態によって、これは一概には言えないところが当然ありますが、シリコン洗車は基本に忠実に、初期の頃はひたすらシリコンベタ付けを繰り返すのみで、この状況になってくるっていうことがよくわかるのではないかなと思っています。で、とりあえず左右ともに水洗車ができましたので、状態を見ていきます。こんな感じですね。こうやって見ていると、左右でツヤ感が違うってことがわかりますかね？右が曇っている状況で、左はかなりツヤ感が出ています。肉眼ではこの距離でも左右差はくっきりわかりますが、動画ではなかなかお届けしにくいって感じですね。後ほど今日初めて投入するマクロレンズの映像もお届けしていきますので、そちらを見ればよりわかりやすいかもしれませんね。で、一度マスキングテープ、中央のマスキングテープを剥がして、現在手持ちに切り替えて見ている状況です。こんな感じですね。こうやって見るとやっぱり右側が結構曇っているっていうのがわかるのではないでしょうか。こんな感じとなっています。ここがちょうど境目ですね。で、次はツヤ感を見ていきます。この違いですね。やっぱり左に行くとくっきり映っていますし、右に行くと若干やっぱり曇っていますよね。この違いとなっています。こんだけやっぱり違うってことですね。こちらはシリコンスプレーで一回シリコンベタ付けしただけで、そしてこちらはシリコンを、KF96 シリコンを6回ベタ付けを行ってきた状態です。で、次は強めの LED ライトを当てている状況です。この違いですね。右に行くことによってやっぱりこんな感じでぼやけますね。そして中央を越えていくとくっきりレンズの様子が映っています。こんな感じとなっています。やっぱり全然違いますよね。全く違います。こちらくっきり映っていますが、右に行くにつれてやっぱりぼんやりしている状態ですね。この状況です。で、次は今日はたまたま太陽光が照っていましたので、そちらの太陽光を利用して撮影している状況です。この違いですね。中央のマスキングを超えることで全然違いますよね。右に行くことでこの洗車傷は結構出てきていますが、マスキングを超えると全然違う状況ですね。こちらは洗車傷は結構あります。そして中央のマスキングテープのところを超えていくと、洗車傷がないっていう状況になっていますね。くっきり太陽光が映っています。鮮明に映っていますね。この違いです。こうやって見るとよくわかるのではないでしょうか。ただちょっと手持ちのスマホで撮っていますので、ところどころピントが合わないっていう状況になっていますが、まあこの映像で結構わかるのではないでしょうか。この違いとなっています。全然違いますよね。こちらに行きますと全く洗車傷がないっていうのがわかるのではないでしょうか。
で、こちらが今回購入してみたスマホ用のマクロレンズです。一応2つのレンズが入っていて、マクロレンズと広角レンズになっています。洗車動画ではこの広角レンズは必要ありませんが、このマクロレンズがあることでより至近距離での映像が撮れると思っていますので、まだ使っていませんので何とも言えませんが、一度使ってみます。で、こちらの映像がマクロレンズの映像となっています。こんな感じですね。このマクロレンズを使うことで対象物との距離が1、2センチ、2、3センチまで近づくことができます。普通のスマホでここまで接近しますとピントボケを起こしますが、マクロレンズだと結構鮮明に撮れていますが、使ってみて感じたことは、太陽光を背にして撮影しますとスマホ自体の影が入るっていうことで、この点が想定外でした。まあこうやって見るとよくわかりますね。洗車傷があるのかないのかっていうのがよくわかりますね。こちらがシリコンを5回行っている方ですね。そしてここは境界線で、右へ行きますとこちら洗車傷は結構あるってことがよくわかりますね。そしてボケているっていうのがよくわかるのではないでしょうか。こちらはシリコンで、シリコンを5回行っている方ですね。やっぱりツヤ感が増していますが、こっちに行くにつれてだんだんツヤ感がボケているっていうのが、白っぽくなっているっていうのがよくわかるのではないでしょうか。こんな感じとなっていますね。やっぱりここまで接近して撮影するとよく洗車傷があるのかないのかっていうのがよくわかりますね。シリコン自体は洗車傷を消すっていう効果はありませんが、こうやって見ますと隠蔽率が高いということがよくわかりますね。こちらの方はシリコンスプレーで1回ベタ付けしただけですので、やっぱり隠蔽率はかなり低いということがよくわかります。ただちょっと接近して撮っていますので結構手ぶれも出ますね。まあこの辺がちょっと改善していかないといけないかなと思っているところです。ただやっぱり貴重な映像が撮れるっていうのが分かってきました。ちょっといろいろ試していますが、やっぱりスマホ自体の影が入りますね。で、こちらの映像は通常のスマホで撮影している太陽光に当てた状態の映像です。これでも結構分かりますが、やっぱり先ほどの映像の方がより細かに分かりますね。これでも洗車傷があるっていうのは分かりますが、ちょっと分かりにくいかなと思いましたので、今回マクロレンズを使ってみました。まあこの今までの撮影方法でもやっぱりこの違いっていうのはよく分かるかなと思いますが、やっぱりこうやって太陽光を当てますとすぐにピンボケする状態になってしまいますね。まあこちらに行くと鮮明に太陽が映っていますね。この違いですね。やっぱりボケますね。このボケるのをなんとかしたいなと思いましたので、今回マクロレンズを用意してみました。どうしてもスマホで撮影するとなかなかピンボケが結構起きやすい状況になりますので、まあ高性能なカメラを買おうかなとも検討している段階ですが、まあこのマクロレンズを使うことで、まあなんとかこれでもいけるのではないかなと思っているところです。まあこの映像を見ていただきますと、KF96 シリコンの素晴らしさがわかるのではないかなと思っています。で、ここからは冒頭で言った通り、マスキング右にクレのシリコンスプレーでシリコンを育てていくつもりで、マスキング左は今まで通り KF96 シリコンでシリコンを育てていきますが、そもそも KF96 シリコンとクレのシリコンスプレーの違いについては、冒頭で両者は親戚みたいなものではあるが、同じではないっていうところに入っていこうかなと思います。で、こちらのクレのシリコンスプレーをマスキング右の方に施工していきます。ここを見てもらいますとよくわかりますが、まあちょっと詳しく解説していきますね。こちらのクレのシリコンスプレーと言いますと、今や量販店に行けば格安で手に入れることができる結構身近な商品です。よくクレの556と混同している方も多くって、シリコンイコール油というイメージが先行している理由の一つでもあります。今までにこのことは何度も言ってきている内容ではありますが、シリコンの主成分は SI、ケイ素です。このことだけを見てもわかるとは思いますが、なかなか理解が進まないところでもあります。
まあそれはさておき、クレのシリコンスプレーはスプレーというだけあって、スプレーにするためのガスなどが含まれているものです。現在ボンネットの右の方にクレのシリコンスプレーを噴霧して、現在ショップタオルで薄く伸ばしているところです。このクレのシリコンスプレーはそもそも SI というシリコンですが、ちょっと伸びにくいという性質を持っていますので、ちょっとそこには工夫が必要となってきます。まあ水分などを適時使いながら伸ばしていくといいかもしれないですね。クレのシリコンスプレーはエアゾール式となります。大抵の場合、液化ガスあるいは圧縮ガスと使用する目的とする液体を弁を持つ容器に入れて、ガスの力によって使用目的の液体を弁から放出させる構造にしたものをエアゾール式と言います。昔はこのエアゾールガスにはフロンをよく使われていましたが、温室ガス規制の背景もあって、今では可燃性の液化石油ガスが多く使われているところでもあります。両者を比べますと、まずこの点が大きく違いますね。現在マスキング右の方にクレのシリコンスプレーで塗布した状態の直後の映像となっています。こんな感じですね。このガスの成分が実際はどのように関わってくるかはよくは分かりませんが、まずここの点が違うところですね。まあ使用するにあたっては大きな違いとはなりませんが、違うところは違います。では実際にシリコン洗車で使う場合の違いと言いますと、粘度が大きく違ってきます。現在使っている KF96 シリコンはよく見ますと 50CS とか 300CS など種類がありますが、その数字の違いは粘度の違いとされています。この数字が高くなるにつれ粘度が上がってきます。粘度が上がるとどうなるかと言いますと、ネチョネチョ感が増してきて伸びが悪くなるということです。クレのシリコンスプレーも KF96 シリコンと比べて粘度が高いと言えますね。つまりコーティング剤として使う際、伸びが悪いということになってきます。両者の違う点と言いますと、この点とあとは純度の違いですかね。KF96 シリコンは高純度であり、それに比べてクレのシリコンスプレーはシリコンの純度が低いことになってきます。シリコンスプレーと一言で言っても商品自体は結構多く販売されているものです。 Amazon などで検索すると AZ のものやワコーズのもの、プロスタッフのもの、様々出てきますが、クレのシリコンスプレーの特徴は無溶剤タイプっていうことです。今やダイソーに行ってもシリコンスプレーは売っていますが、ダイソーのものは無溶剤タイプではないです。この無溶剤タイプであるということがクレのシリコンスプレーの大きな特徴でもあります。溶剤が入っていないということは塗装面に優しいとも言えますね。シリコンと言いますと未だに油なんだからという方が未だにいますが、そもそもただの油だったとしたら、市販されている多くのワックスにシリコンが入っているという現実を一体どう説明するのかと思うところです。量販店に並んでいるワックスやコート剤には何かしらの形で必ずと言っていいほどシリコンが入っているものです。で、現在シリコンスプレーでのシリコン塗布直後の様子をマクロレンズを使ってどんな感じで見えるのかを試しているところです。こんな感じですね。こうやって見ますとクレのシリコンスプレーの方のムラムラ感がよくわかるものです。まあシリコンスプレーの方はマクロレンズをつけなくともムラムラ感はよくわかりますが、 KF96 シリコンの方は一見見ますとあまりムラ感はわかりませんが、マクロレンズではよくわかります。現在シリコンスプレー側をよく見ていますが、こんな感じですね。やっぱり取っても取らなくてもわかります。そしてこちら KF96 シリコンの方ですが、こうやって一見見ますとあんまりムラムラ感はわからないもんですね。ただこれをマクロレンズをつけていくことでより分かりやすくなるのではないかなと思っています。で、先ほど同様にマクロレンズつけてみます。こんな感じですね。どうでしょうか。やっぱりこうやって見ますとよくムラムラ感が分かりますね。シリコンが乗っているっていうことがよく分かるものです。そして撮ってみるとまたちょっと映像が変わってきますね。結構やっぱりわかるもんですね。このマクロレンズっていうのはすごいですね。
まあ、高か2000円ぐらいで Amazon で購入できましたが、まあ、あるのとないのでではだいぶ違いますね。で、一度撮ってみました。撮りますとあんまりシリコンのムラムラ感はわからないもんですね。こんな感じとなっています。大抵のワックスやコード材にはシリコンが入っているということを話しましたが、シリコンが入っていない商品を見つける方が逆に今では難しいところでもあります。シリコン洗車を否定されている方も知らないだけでシリコン配合のものを使っているという現実がそこにはあります。シリコンオイル、シリコンレジン、シリコンオリマーなど様々ありますが、シリコンは必ずって言っていいほど入っているものです。KF96 シリコンなるものを使ってシリコン洗車を行っている理由は、より純度の高いシリコンを使うことで防水性や防音性を高めることにあります。つまり原料である純度の高いシリコンを使うのか、それとも純度の低いシリコンを使うのかの違いと言っても過言ではないと思っている次第です。現在マクロレンズを使ってシリコン塗布直後の様子を見ていますが、塗布直後でも左右差にやっぱり違いはありますね。シリコンには傷隠蔽効果はありますが、隠蔽にも当然限界があるっていうことです。今日はここまでクレのシリコンスプレーにフォーカスして話を行ってきましたが、このままシリコンベタ付けに入っていきます。クレのシリコンスプレーは使い方次第では使いやすいという側面も当然ありますが、どうせ使うなら純度の高いものが良いですよね。大まかに言えば KF96 シリコンとクレのシリコンスプレーの違いについては純度の違いそのものと言えます。シリコンスプレーの裏面には当然このようにガス抜きの方法の記載がされていますし、このように可燃性液体とも記載があります。この点がエアゾールタイプっていうことですね。で、同じようなものに次はこちらの高級タイプの新越シリコンスプレータイプがあります。こちらもシリコンスプレーですね。私はクレのシリコンスプレーもこちらの新越スプレーも用途に使い分けて使用していますが、スプレーである優位性も当然あります。グリルなどの細かいところには KF96 シリコンよりもシリコンスプレーが使いやすいですね。対象物により使い分けすることでスプレー式の利点が出てきます。要はクレも KF96 シリコンも使い方次第ということですね。こんな感じで私の動画ではシリコン洗車関係の動画を主にアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったという方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。